白口二色蛇は、二色蛇か白口二色蛇属に分類される蛇。本種のみで、白口二色蛇属を形成する。別名アルバーティスパイソン。インドネシア、パプアニューギニア全長150から210センチメートル。最大で全長300センチメートル近くになるとされる。体色は褐色もしくは黒で、地域により変異があるとされる。鱗に、 光が当たると、虹色の光沢が現れる。頭部は黒く、上唇の鱗と下唇の鱗が白いことが和名の由来。唇板の境界は黒い。頭部の鱗は大型で、上唇板前部と下唇板後部に赤外線眼地器官を持つ。葉の数は約150本で、二色ヘビ科では最も多い。森林島に生息する。 夜行性で、昼間は他の動物が掘った穴や茂みに隠れて休む。食性は動物食で、爬虫類、鳥類、小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は乱生。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。性質は、掃除で洗い。都道府県によっては条例により飼育にあたっては、地方自治体の許可が必要だったが、 動物愛護法の改正により、2017年現在、本種を飼育することに対しての法規制はない。ありがとうございます。